歌唱計算機の提供で開催させていただきます。カメラに関しての新しい期待とか、戸川先生は今後日本を代表する、こっちはですね、まあ、なんせ重たいとかよく壊れるとかあります。それで、まあ、こんなダーモカメラがあったら変更非変更とかレンズを変えたりでワンボタン取れたらいい、しかもコンパクトで軽いこのカメラはうまくできています。変更非変更 UV ということで3つのモードが取れると、ストレスなく撮れる、普通の臨床写真も撮れます。撮った画像をどう管理するかということで、やはり AI 診断には良質な画像データがたくさん必要です。カシオさんの画像管理ソフトの撮影画像を患者 ID 撮影日ごとに自動分類する、先ほどの臨床カメラで撮ったものです。レンズの性能、カメラの性能も十分と、非常にクリアな写り、画面上でサイズが測れます。光も均一ですし、こう歪みもないということで、ダーモスコピーカメラとしての性能は世界一だと思います。いいカメラを開発していただいて期待が込められている。